皆さん改めまして、こんばんは。ただいまご紹介いただきました、立憲民主党、衆議院議員の尾辻かな子です。今日は、この第3回の欄の皆さんによるイコーリティギャラお招きをいただきまして本当にありがとうございます。この間、皆さんが LGBT のために、いろいろ活動してこられた、理事の皆さん、そしてここにお集まりの、全ての皆さんの活動に心から敬意を表したいと思います。そして今日私ここでお話をさせていただけること本当に光栄に思っております。私は、この日本の国会議員700人以上おりますけれども、ただ一人の LGBT をオープンにしている国会議員であります。ここに至るまでには非常に長い道のりと長い戦いがありました。私は2003年に大阪府議会議員に当選をして、2005年にカミングアウトをレズビアンとしてやりました。それも当時日本で初めてです。皆さん13年前の日本を思い出してください。 LGBT という言葉、その言葉すらなかなか一般的でなく、うちの母親は LGBT と家族と友情をつなぐ会という会長をしています。うちの家にその看板をあげたら、近所の人が、おついさんの家は LP ガスを販売するようになったのかこれぐらい LGBT という言葉がわからなかった時代からやってきました。そして本当にですね、2005年のカミングアウトの時には、あなたの政治生命はこれで終わりだと言われたんですね。この社会でカミングアウトした議員が政治の場では生きていけないよと言われました。それでも私が政治の場で政治家としてカミングアウトしたのは、これは社会の課題であり、見えない存在で生きづらさを感じている当事者の存在を可視化したかった。私自身も自分が当事者だと思った時に、すごく自分を受け入れるのに時間がかかりました。自己否定とそれを乗り越えた時に、もう次の世代には私と同じ思いはさせたくない、誰かが言える存在になるんだ、そして悩んでる次の世代の子供たちに、あなたはあなたのままでいいんだ、そう言える社会を私は作りたい。それから13年経ちました。やっと、昨年ですね、私衆議院議員に当選をさせていただいて、今、立憲民主党の中で、措置に関するプロジェクトチームの事務局長をさせていただいています。先ほどから挨拶があります通り、日本ではまだ例えば LGBT に対する差別解消法、また同性パートナーの保障の法律もありません。これは全く平等とは言えませんし、先ほどからの議論にある通り、ある雑誌では LGBT に生産性がないというような発言があり、昨日発売の同じ雑誌では居直りとも言われるような、それの何が悪いんだという、もう残念、ヘイトスピーチではないかというような論考が出ています。これが日本の現状であるならば、やはりそれは変えなければいけません。あんな雑誌が販売されること自身が LGBT 差別解消法を作らなければいけませんし、そして未だに日本の多くの当事者は残念ながらカミングアウトして生きていくということをためらう現実があります。国籍が違う当事者たちは日本で一緒に暮らせない現実があります。万が一パートナーが亡くなった時に自分はそばにいれないじゃないかという不安の中で生きています。私は皆さんと一緒にぜひともこの社会を変えていきたいと思います。これだけ今日は多くの方が集っていただいています。
法律家の皆さん、そして企業の方を担っている皆さん、私たちこの日本の国会へぜひともいろんな皆さんの声を届けていただいて、日本がさらに平等な、そして多様性を尊重する社会になるようにお力をお貸しいただきたいと思います。今後とも共に頑張ることをお誓いを申し上げ、私のご挨拶をさせていただきます。今後ともよろしくお願いいたします。ありがとうございました。